逆転裁判男女2人で実況プレイというわけです。じゃあその弁護士さんっていう人に行きましょうか。行ってあげたらいいと思います。 OK、 ちょっと一回セーブしとくか。どうぞ。ここだセーブ大事やからね。大事です。よし、では移動する。移動します。星影法律事務所。法律事務所行きましょう。行こう。9月6日防衛時刻、星影法律事務所到着。受付によると大先生は外出中らしい。外出中か。いつ戻ってくるかはわからないそうだ。それにしてもやり手の弁護士ともなると事務所も大変なことになってるな。ま、また後で来てみるか。調べるやん、なんだもんね。調べろ調べろ。ダメよ、これだよこれ。さっきからずっと気になってんだよ、あの絵。暑苦しいほどこってりした油絵だ。お値段の方もさぞかしこってりしてるんだろうな。うまいこと言ってるつもりか。じゃあ適当に調べましょうか。じゃあはい、ちょっと俺これどこ調べてるか覚えてない。赤くなってるところ多分調べられますよ。マホガニ製のどっしりとしたデスクだ。深い艶が出るまで磨き込まれている。こういくか、北海道の土産いくか。本だろ、一緒だね。なに本がずらり。なるほどなるほど。左は左下はこれ、そうそう、ほらへん来客用のテーブルだ。上品な黒檀のシガレットケースと純金製のライターか。なんだかわからないけど高さのことに間違いはない。じゃあ戻るか。特になしやな。長さそう。いないなら話も進まないね。戻る。移動する。移動する。じゃあ事務所に行こう。自分らの。あやさと法律事務所、うん、行きましょうか。ただ多分やある。来た来た来た。9月6日、うん。このね緑の字でパッパッパッって言った時なんかありますって感じなんですよ。そうですそうです。これ進めます、ね。事務所は警官たちでいっぱいだ。みんな忙しそうに動き回ってるぞ。こら！来たー。ここは立ち入り禁止っす。ん？あんた確か、確かあんたか。やっぱりくんだったっすか。なるほどです。あいつと間違えないでくれ。ああ、そうそう。なんかそんな名前だったっす。やっぱりは確か、殺人犯の名前だったっす。殺人犯言わんといて。あいつ確か無罪になったはずだけど。それあなたは確か、お私は覚えてますよ。はい。糸のこぎりです。いやいや、のこのこ刑事って言ってえな。怒るかな。亀のこ刑事。怒るかな。行ってみようか。はい。のこのこ、のこのこ刑事でしたっけ。のこのこ。あんたちょっとおふざけが過ぎたっす。普通や、普通に怒ってる。本館を舐めると痛い目に遭うっすよ。普通に怒ってる。うわー、急に自分のこと本館とか言い出したよ。自分は糸のこぎりけいすけっす。何人たりとも自分を糸のこなんて。おい糸のこ、こっち早く頼むよ。はっ。すぐ行くっす。てれてれ。ああ、おほん。確かあんた、弁護士だったっすな。言うなら早くしてほしいっす。しめた。僕を迷いちゃんの弁護士だと思ってるぞ。なるほど。あら、そう。この曲もね、てて、探索パートの曲ですわ。はい、じゃあまあ、聞きましょう。聞きましょう。上から順番に。なるほど。ヒルさん、解剖したんですか？ナース、知りたいっすか？結果。てん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 。そう、そんな目で見ちゃダメっす。そうっすね。言ってくれんかい。あんたは彼女の元で働いてたこともあるし、報告書を見せてあげるっす。オッケー。証拠品解剖記録のデータを保護されました。死亡時刻は9月5日の午後9時。鈍器で1回殴られて即死です。はい。皆さん覚えておいてください。これ重要ですんで。重要です。これ重要ですんでね。じゃあ、迷いちゃんのこと。はい。ポリン。迷いさんのことなんですけど。ああ、裁判が楽しみっすね。あんたには気の毒っす。絶対に勝てないっす。どうしてですか？検事局は、あの事件の担当に、あの、三鶴木検事を任命したっす。はい、三鶴木検事。三鶴木検事。さあ、皆さん覚えておいてください。私大好きな三鶴木検事。三鶴木。これがどういうことか、弁護士ならわかるっすね。三鶴木検事聞きましょう。いいですよ。三鶴木検事。そうっす。三鶴木レイジ、その人っす。まさに、まさか、知らないなんてことないっすよね。もちろん知っている。ドン。有罪判決を獲得するためには手段を選ばない。血も涙もない鬼のような検事ですよね。説明ありがとう。そう。人聞きの悪いこと言っちゃダメっす。でも、これでもう勝負は決まってるようなもんっす。水木検事が出てくるのか。二十歳という異例の若さで検事になって以来負け知らず。黒い噂も絶えない裏取引や証拠のでっち上げ。そしてほとんど異常とも言える犯罪に対する憎しみ。まさかこんなに早く会うことになるとは。というわけですわ。はい。まあ、相当やり手らしいんでね。三つ木はね、大事だよ。じゃあ、
移動する。突きつけてみたら何か。突きつける？あ、いいか。あ、そうだ、携帯電話。あ、そう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 。欲しいんですよ。そうですね、よう思い出した、よう思い出した。まやちゃんの書いたやつちょっと見せてあげて。これを、これね。ダメかな。ちゃんと、突きつける、ボン。あの、あやさとまよいの携帯電話のことなんですけど。あー、自分が預かってるっす。ナイスナイスナイス。できれば返してもらいたいんですけど。怪しいっす。うわ、どうしよう。ごまかす。いや、正直に話したらこの人正直者だからいきなりいけた気がするんだよな。いけ。あ、一緒ダメか。絶対返してくれないぞ。ダメだ。どうしたっす？あ、いや、その、わかるでしょ、刑事さん。いや、わかるっす。その電話にはあの子のボーイフレンドの番号とか甘酸っぱい男の秘密がいっぱい詰まってるんですよ。はっ、我々警察を舐めてもらっちゃ困るっす。悪いっすが、メモリーされた番号は全てチェックしたっす。さすが警察、素早いですね。まあいいっす、返すっす。簡単やった。あいにく怪しい電話番号はなかったっすから。簡単やった、録音された会話には気づかなかったみたいだ。気づけよ。気づけよ。警察落ち度です、それは。ざるか、お前。前の携帯電話を返してもらった。はい、調べるで会話を聞くことができる。オッケー。法的ログで録音された会話を聞くことができる。大体聞くべきことは抑えたかな。お、わかりやすい。もういいっす。あ、ありがとうございました。そろそろ帰ります。あー、そろ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 。あんたに一つ言っておくっす。はいはい、はい、大方、これからあの目撃証人に会おうとか、うん、そんな不埒なことを考えるかもしれないっすが、あっても無駄っすよ。なになに、これな、これな、うん、そういえば彼女のことを忘れてたな。いましたな、うん、目撃証人ですか。松竹梅代のことっす。こんな名前やった。梅代や。あいにくっすが、自分は彼女の情報は絶対回さないっす。名前は松竹梅代。漏らしてるやん。漏らした、うん、もう彼女は家に帰らせてあげたんですよね。我々を舐めちゃダメっす。彼女には裁判が終わるまで勝手な外出は禁止してるっす。ってことはまだ彼女は子供会のホテルにいると。さすが警察ですね。分かればいいっす。よし、ホテルにも行ってみよう。はい、バカ正直。いやいや、一応じゃあ、はい、法廷記録の調べる電話見てみようか。はい、ね、調べるね、調べる、左上ね、ポン。はい、あ、これね、こんな感じで、はい、一番最初に読んだやつですね、私たちが。最初のやつですね、また今度は何みたいなやつ で、なんとつまんないって言って、まよいちゃんが可愛い感じの喋り方をしてます。時間とかいろいろ。電話の時計の機械を抜いちゃった、この辺怪しいですよね。はい。まあ、細かいことが書かれているので、まあ、後でいつでも見れますと。というわけで、移動する。移動です。ホテル行こう。番頭ホテル、番頭かな、わからんけど。そうだろうね。さあ、9月6日、この緑の陣時ね、何かが起きるから大事です。ポージ国バンドホテル303。もう怪しいですよ、左側来たあ、誰がいいんですか。お母さんでいいやん、これは。あら、いらっしゃい。梅代ちゃんね、この曲ね、この曲、懐かしいな。あは、なんか調子狂うな。あなた弁護士さんやね、刑事さんから電話があったわ。何にも喋ってダメっすって。あの刑事、余計なことしてくれるよ。なんか映画みたいね。梅代ちょっぴり興奮気味みたいな。なんかおばあちゃんみたいになってきたけど、声。あ、ちょっと待っててね、お化粧してくるから。おばあちゃんみたいになってる。そう、可愛さを抜群に出してるんですけど、ダメですか。なんて言われても。あ、調べろ調べろ、今のうちだ。もうどうガサ入れガサ入れ。調べろっていうとこがありますよね。どう見ても左見な。どうやったらそう不自然になるんだよ。なあ、あれ。なあ。これ来たし、ドライバーが挟まってるけど。何が入ってるんだ、見てみよう。見て見て見て。ちょっと。何してんのよ、あんた。触るんじゃないよ。猫目ですな。あら、やん。人の部屋を勝手にいじるなんて。梅代信じらんない。今一瞬だけ顔つきが変わったぞ。あの引き出し、何が入ってるんだろう。気になりますな。話そう。まあ一応話しますか。目撃したこと。事件があった時、あなたが何を見たのか聞かせてくれませんか。やん、そんな堅苦しい聞き方。もっと仲良くやりましょうよ。うむむ。ああ、事件があった時のことなんだけどさ、君何か見ちゃったんだろ。僕にさ、教えてくんないかな。いや、来たかったら明日の法廷に来れば。とほほ。
ダメだこいつ。あの、そもそもあなたはどういう方なんですか？わあ、なに、くどいてるの私よ。違いますよ、仕事で聞いてるんです。キャー、かわいい、照れちゃってもう。今だかつてここまで責任したことがあっただろうか。仕事は何をされてるんですか？教えない、バカみたい、言い訳ないでしょ。とほほ、この部屋のこと。はい。あのテーブルにグラスが2つあるけど、誰か一緒に泊まってるんですか？おー、なかなか鋭いね。鋭い。うわー、鋭い、推理。張ってた、鋭いって言った。あなたって名探偵みたいな。いや、そんな大したことじゃ。探偵は裏でゴミでも漁ってれば。怖え。うめよ、詮索されるの好きくないみたいな。とほほ、こんな感じか。ということですね。調べれへんよね、これ多分ね。お、あ、一応調べられますけど、ね、多分、はい、見えるね、そこまで。ワイン調べへんの？ワイン。誰がいるかまでは見えないということですね。ワイン調べてなかったよな、今の。あ、テーブルの上にボトルと2つのグラス、はい。誰が一緒に泊まってるんだろうか。で、これは当然無理。お話ししてみますか。何か突きつけるべき。一回つけてみようか。はい、まあ、突きつけるもないな。ないよね。なんかあったっけ、証言とかあったっけ。え、ないですね。ないよね。これがないと。弁護士バッジを見せちゃダメ。弁護士バッジ見せてみるか。見せるべきかな。俺覚えてない、マジこれ。確かね、弁護士バッジを見せるときもあった気がするんですよ。一回つけてみよう。私証人なのよ、検察側の。わかる？あなたの役に立つ情報なんかあげるわけないでしょ。検査にめって言われちゃうし。なんかおばあちゃんみたいな声してるよな。失礼だな。めっちゃ頑張ったっちゅうね。星しかね、戻ってみようか一回。あ、行こう。うん。あ、お出かけ中。出かけ中か、もう少し7時から来るかって言ってるから。まだよ、まだよ。お、来た来た、よし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 。うお、ほん。これはどっちがいる？どうぞ。じゃあ、君がなるほど。いや、私ちょっと休憩。マジで。もうこの偉そうな人、得意な咳払いは。あっち見かね、わしを待っておるというのは。あ、はい。思った以上に偉そうな先生だ。安西先生。その襟のバッジ。なんじゃい？弁護士かね、ちみも。え、あ、違う違う違う。え、まあ、慣れてない。この声変え慣れてない。で、何かね、チミ。最近は暇だから話を聞いてやろうじゃないか。暇だって？じゃあ、なぜ連絡を取れなかったんだ？ん？どうした？この星影、空の助が目に入らぬか。話を聞いてやろうと言ってるんじゃよ、チミ。あの、実は、あやたとまやさんの件で来たんですけど。難しいっすか？ちょっと難しいっすな。じゃあ、どっちがいいですか？じゃあ、わし星影で。あ、わたわたわた。あやさと迷いね。なんだ？様子がおかしいぞ。あー、わしはそう、忙しいんだよ、チミ。いきなり明日と言われても無理じゃな、無理。ちょっと待ってください。なぜ明日って知ってるんですか？来たよ来たよ。むぎゅぎゅ。とにかく、ダメじゃ。その件だけは絶対引き受けられんのじゃ。ダメじゃ。どうなってるんだ？話が違うぞ。確かに。マヨイちゃんに何て言えばいいんだよ。話す。これね、これね、この人の曲。はい。でんで、お、あるあるある。じゃあ。話してくれるかな？じゃあ聞きましょう。どうして断るんですか？理由を聞かせてください。いや、その、だから忙しいから。じゃあ、イラニはあやさとちひろさんの、あ、ちゃ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 。イラニはあやさとちひろさんの妹さんですよ。ちひろさんはあなたを信頼して彼女をお願いしたんです。そんなことは分かっておる。じゃあがすまないが引き受けるわけにはいかん。ひどい人だな。分かりました。時間がない。他を当たることにします。いじゃん、何か言いましたか？無駄じゃと言った。どういうことですか、うん、どういうこと？気の毒じゃがその依頼まともな弁護士ならば決していけることがない。なこと申し訳ない。早くしよった。なぜです？処理は、いえ。悪いが帰ってくれんか、もう話すことはない。どういうことなんだ？おー、気になりますな。まあ、じゃ全部行きましょう。全部話せるなら話そう。千尋さんとはどういう？てん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 。彼女はここにおったんじゃよ。昔な。すごい子じゃった。あっという間にわしのテクニックを身につけてな。ある日突然ここを出て行きよった。あの子にはやるべきことがあったんじゃ。やるべきこと？あの子の目つきは、目はいつもそれをまっすぐに見据えておったよ。決して揺ることはなかった。こんな声やったっけ？ちょっと途中で声変わった気がする。のことを聞きましょう。はい。あの、すごいですね。うんうんうん。
お、よく聞いてくれたな。わしらをね、なんか茶やろ。なんか絶対濁ったな。最初茶やな。最初めちゃめちゃ良かったのにすげえ濁った。わしのご自慢の絵じゃ、素晴らしいじゃろ、じゃろ、じゃろ。どっちかっていうとおじいちゃんになったの。この空の色、この海の色、この麦わら帽子の色、あれ?3億か4億の根がついとるが、わしゃって言わなつもりはないぞ。絶対、裏んちみにはな。こんな声やったっけ。買うつもりもないよ。裏んぞ。買いません。ということですわ。はい、じゃあ。なんか突きつける？いや、なんかあったっけ？突きつけられるものないような気がするな。ないよね。うん。迷いちゃんに言いに行こう。一回迷いちゃん行くか、じゃあ。そうだ。マヨちゃんに言わなきゃいけない。よし、じゃあ移動する。うん。ダメだったら、またどっかに行けばいいと思うんですよね。じゃあ、いろいろ行ってみよう、いろいろ行ってみよう。あ、お、行きます。9月6日、午後3時。後ろの人めっちゃ怖いな。油絵みたいになってるね。こんなでっかい画面で見たの初めてからな。うん、そうそうそう。友情面会して、今テレビ見ながらやってるな、俺らは、ね。DS は DS。うちらはやったのね。DS。DS。はい。これ次どっち、次あなたじゃないですか、これ。じゃあ俺、なるほどね。はいはい、いやいや。あと、どうでした？会えましたか？弁護士の先生に。うん、まあね。どうしよう。あのさ、とても正直に話せない。危ない。やめた方がいいと思うな、あの先生だけは。具合悪そうだったよ。ガリガリに痩せまくっていて。むちゃむちゃくちゃ。むちゃくちゃ太ってたけどな。ねえ。てん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 。何があったんですか？てんてんてん。もしかして断られたんですか？鋭い。う。てんてんてん。そうなんだ。見捨てられちゃったんですね、私。ああ、悲しい。話すよ。曲悲しい。あ、じゃあ家族について触れてみて、はい、いきましょうか。あの、家族は？お姉ちゃんだけでした。うん、父は小さい頃に亡くなって、うん、母はどこにいるのかわかりません。わからない。死んだわけじゃないのか。お、母について。はい。うん、私たち、綾里家の女は代々霊媒師して生きてきたんです。うん、綾里の血は強い霊力を宿しているから、今から15年ぐらい前、私たちはある事件に巻き込まれました。そしてある一人の男によって母は破滅したんです。破滅？そして母は姿を消してしまいました。それから数年後、お姉ちゃんは弁護士になると言って山を降りたんです。てんてんてん。じゃあ今は一人で？そうですね、もう慣れちゃいましたけど。それに私が一人前にならなきゃ綾里の霊力が消えちゃうし。この子ずっと一人ぼっちだったのか。お、母を破滅させた男。なんかいきなりすごい話出てきたね。その君のお母さんを破滅させた男って？今から15年くらい前、不思議な殺人事件がありました。うん、世間ではその話題で大変な騒ぎだったそうです。うん、警察はどんな手を使ってでも犯人を逮捕したかった。まさかそれで霊媒を？警察に説得されて母は被害者の霊媒をしました。すごいな。じゃあ事件は解決しました。一度は。一度は？母の言葉で逮捕された男は無実だったんです。うん。だ。このことは全て極秘で進められていました。でも、それをスクープした男がいたんです。うん、その男は、大々的にマスコミを動かして母をインチキだって。母は日本中の笑い者に。なるほどね。コナカ。コナカ言ってたな。言ってた。コナカ。なんか、紳士服やとか言ってたよ。そう言ってたよ、ね。なんか、茶化してたけども。いました、いました。超重要やんけ、これ。はい、コナカ。コナカ？その男の名前、お姉ちゃんから。コナカ。あ、そろそろ、国選弁護士の先生が来る時間。うん。4時、タイムリミットか。どうする？この子を見せて、このまま帰るのか？帰るわけないやろうが。しましょう。男だろ、お前は。ここまで聞いたんだ。行けないと。決めた。君が何と言おうと僕が弁護する。この曲もまた名曲。どうして？どうしてって、それは犯人は他にいる。犯人は他にいる。ボカーン。犯人は君じゃない、他にいる。どうしてわかるんですか？そんな気がする。確かにこの迷いちゃんを犯人と考えるのは簡単だ。でもなんとなく気になることがあるのも確かだ。僕をバカにしたようなあの妙な目撃証人な、依頼を断った弁護士のあの不自然な態度。そう。そして何よりこの子には味方が一人もいない。
味方が一人もいない悲しさ、そして孤独な感じ、はい、これも大事、これね、実は僕にも覚えがあった遠い昔の話だ。そう、昔の話ね、来た来た来た。そもそも僕はなぜ弁護士になったのか、それね、そういう孤独な人の味方になる唯一の存在が弁護士だからだ。そうなんです、これもみんな覚えといて、過去の話めっちゃくちゃいいですよ。僕は君の味方だ、絶対見捨てりはしない。弁護士さん、てん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 、ちょっと過去の話を思い出して泣きそうな。さてそういうことだからよろしくね。は、はい、こちらこそお願いします。なんか見違えるように元気になったぞ。最後に確認するけど、無実と信じていいんだね。はい、私弁護士さんを信じます。だから弁護士さんも、うん、わかった。さてこうなると確認しなきゃならないことがあるな。来た、あの怪しい女の引き出しの中、はい、あの女の体が変わったのは引き出しを調べた時だけだ。何かあるに違いない。よっしゃ、わかりました。これでじゃあ行くか。とりあえず一回セーブしよう。そうですね、何をするかというか次に行けますね、これでね。一回セーブ、一回セーブしよう。お願いします。楽しいね。 OK、 では移動かな。坂東ホテル行きましょうか。ホテルに行こう。坂東か分からんけど、おいらっしゃいませ。来た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 。あ、あなたは？ああ、申し遅れました。私、このホテルのボーイでございます。うんうん、は、はあ。ルームサービスをお届けに上がった次第でございます。あの、梅屋さんは？は、お客様は今、バスルームでございます。マジか。では、失礼いたします。ま、どうぞごゆっくり、お楽しみを。私、ボーイと言いますが、バンドではございません。いや、違う。ここに来るたび、ひどい目に遭ってばかりだ。しかし、部屋を調べる絶好のチャンスだな。あ、そうそう、そうでした。あ、何？お客様にお電話があったことをお伝えいただけますか？株式会社、コナカルチャーの、コナカ様からございます。コナカ。はい。コナカ。コナカでしょ、これ。焼酎様？コナカでしょ？コナカルチャーって言ってるし、コナカ。なんか聞き覚えがあるね。あるね。はあ。コナカルチャーのコナカ？なんか引っかかる名前だな。引っかかりまくりや。ほら、思い出した。コナカ。その男の名前お姉ちゃんから。来た来た来た。いろいろ出てきたね。お母さんを破滅させた男の名前か。コナカ。偶然なのか？さあ、調べるんだ。ほら、もう早速ここじゃい。もうここじゃい、ここじゃい。ドライバーが引っかかって引き出しが半開きになっている。今のうちに中を調べておこう。ブーン。これは、盗聴器だよな、間違いなく。あの女、なんでこんなものを。証拠に盗聴器のデータを法廷記録にファイルした。はい、梅尾の部屋から見つかったもの。やっぱり松竹梅尾は怪しいぞ。こんなものを持ってホテルに泊まってるなんて、絶対何か裏があるに違いない。よし。明日の法廷はこいつを武器にして戦ってやるぞ。迷いちゃんのためにも。絶対にこの女の正体やばいてやる。ボーイさん、まだいるの？おっと、そろそろ退散するか。明日また遊ぼうぜ、梅雄さん。なよこれ。なんでキャラ変わったんこれ、急に。ねえ。法廷でな。なんでなんでキャラちょっと変わってない？わかんない。どうやって入ったんだよ。驚くだろうよ、普通。さっきセーブせんでよかったね。ええ感じでここで終わったな。そうだね。終わりましたね。OK、じゃあ、ここで一旦。セーブを終わって、終わりましょうか。行きましょう。9月7日、午前10時、地方裁判所、第1法廷、ペン。さあ、左。さあ、来てるよ、来てるよ。これより、綾里迷いの法廷を開廷します。はい。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると、更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。また、ツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。